セクシーでーす。今回もね、プレステージ14突入後のレベル上げをしてみたっていうことでね、やっていきたいと思います。プレステージ14突入&永久&トークの動画でもね、話した通り、今回のプレステージ14の永久&トークを使ってアンロックしたね、アサルトライフルのこの IMR を組み合わせたこのカスタムでね、レベル上げをしていきたいと思います。ただその時の説明ではちょっとショットガンはね、タック19だったんだけど、プレステージ前回のプレステージ13だったかなの永久アンロックトークンでアンロックしたね、このショットガンのブルドックをせっかくなんでね、カスタムに組み合わせてみました。早速ね、ゲームをプレイしたいと思います。ちょっといつもはチームデスマッチでレベル上げをするんだけどね、プレステージ突入後のレベル上げをしてみたっていうやつではチームデスマッチが多いんで、ちょっとたまにはフリーフォールでちょっとやってきてんだけど、おマッチングしたぞ。今回はフリーフォールで、マップはライオットになります。はい、頑張るぞーい。ライオットでのフリーフォールっていうのはまだ1回ぐらいしか、1、2回ぐらい、今回で3回目ぐらいかな。まだ少ないんでね、ちょっと難しいんでな。1位は度外視なんでね、ちょっと、お、人数多いな。8名いるんだな。今回はね、プレステージ14の永久アンロックトークンを使ってアンロックしたこのアサルトライフルの IMR で頑張ってみようと思います。はい、頑張るぞい。このライオットはこの前線が熱いんで、このここが前線になってるんで、ね、これ前線っていうのは一番熱いところ。できたらこれ IMR でね、ちょっとキルをしてるんで、オーバークロック。難しいんだよな、ここ多いんだよな、これ。おー、1キル。とりあえず1キルな。これなんか履歴キャンできるみたいなあれ聞いたんだけど、ちょっとあれやな、オーバークロックしとこうか。ちょっとこのオーバークロック、このマップ俺あんまり好きじゃねえんだよな。ちょっと構造的にあんまり気に入らない、このマップはあんましっていうか。よしよしよし、よかったぜ。暗い。よしよし、今回のプレステージ突入後のレベル上げをしてみたっていう動画なんで、順位は度外視っていうことでね。でこれで1位取ったらすごいよ。これ結構フリーフォールってのは順位を1位を意識しないでやった方が意外と1位取れたりとかするんでね、自分何回かあるんでね、こういうのが。オーバークロック、フライヤーぐらい、今4位、今4キルかい。まだランクは1なんのかい。オーバークロック、チェック正面。スナイパーライフルが多いな、やっぱり。ここはちょっと中でも戦ってみようか、ちょっと動画的に。オーバークロック、こういっとこうか。なんじゃ今の。やっぱり上の方が熱いの、これ。あ、上行こうか。オーバークロック来たよ。どうよ、ちょっと無駄な動きしてるわ。まだレベル上がんねえな、これ。こうやって打っといて、こうやって打っといて、慎重に行こうか。今回
トリロキャンできるんで、こうやってな。これレベル上がんねえな、しかし。オーバークロック。めっちゃオーバークロック。オーバークロック。フリーフォールの経験値が少ないんだよな。ちょっと面白いんだよな。全然ランクが上がらないっていう、あれだな。今いたよな。いたよ。気づいてんな、これ。ほら、上がったぞ。ようやくじゃ。ちょっと時間かかるな、これ。こっちかっこな、これ。ランク4まで上がらないとちょっと嫌だな、これ。オーバークロック、いねえな。ちょっとこう来るな、これ。最初はなんかこの上で戦ってたんだけど、今なんか中で戦ってる状況に変わってるな。いねえな。ちょっと中行っちゃおうか。レーダーを見よう。レーダーを見るのじゃ。分かったぞ、どこにいるのか。いったよ。お、IMR サイトを使用してキルかけるんですけど。今度上行ってみようか。いねえな。ちょっと中行ってみよう。今ランクがまだ2回。ちょっとフリーフォールあれやな、経験値が少ねえな、これ。オーバークロック。チームデスマッチの方が良かったかな。ランク上がらねえわ、全く。オーバークロック。このリスポーンになってんだな、これ。お、ランク上がった。ランク3。ちょっとスキットシュートってなんじゃ。ランクを今やっぱフリーフォールダメだな、これ。あのランクが上がらない、全く。あの得られる経験値が少ない、プレイより。こっか、上か。ここだな。チームデスマッチの方が良かったかもしれんな、これ。うん。得られる経験値が少ないんだ、フリーフォールは。自分最近あんまりフリーフォールやらないんでね。本当久しぶりっていうか、前はもうフリーフォールが一番好きだったんだけど、最近はフリーフォールそんなにまであまり好きじゃないっていうか。ランク3まで上がらないか、これ。少なすぎだよ、これ。チームデスマッチの方が良かったな、やっぱり。あのフリーフォールこれランク上がるのが遅いわ、これ。ダメだわ、これ。
もう10分経過してるんでね、ちょっと2試合はちょっと無理なんでね。でもいつもチームデスマッチばっかりでやってるんでね、あのプレステージ突入後のレベル上げをしてみたという動画はね、今回のスコア14キル19です。スコア1400でした。一等兵1ランク2に昇格しました。ブラストサプレッサーエグザビリティ16しました。一等兵3ランク3スティームエグザビリティ16しました。あ、ランク4まで上等 A ランク4 ARX16 までアサルトライフルアンロックしました。フォアグリップアンロックしました。今回はねランク4までね昇格しました。はい、今回使った武器はねアサル眉毛でアサルトライフルの IMR ボアストライクエリートにノーアタッチメントで、セカンダリーウェポンはブルドッグフェイサーマーエリートにワイルドカード1はオーバーキル、パーク1はライトウェイト、パーク2はファストアンド、パーク3はタフネス、エグザビリティはオーバークロック、エグゾランチャーはフラグかける2、スコアストリーク1は UAV、 スコアストリーク2にリモートターレット、スコアストリーク3はウォーバードというカスタムでやっていきました。今回もねこのセカンダリーウェポンちょっと使うの忘れました。ちょっと今後はちょっと気をつけて2つ使っていくようにしたいと思います。この IMR ね結構あの癖のある武器なんだけどね、4点バーストで結構あの遠距離強いんでね、腰打ち近距離はちょっと苦手なんだけど、この腰打ち結構強いんでね、近距離は腰打ちで狙うようにしたら打ち勝てると思います。あとねいつものプレステージ突入後のレベル上げをしてみた動画ではね、いつもゲームモードはチームデスマッチをプレイするんだけども、今回はあのフリーフォールでねちょっとやってきたんで、ちょっとランク4までちょっとしか上がらなかったんでね、であとねもうちょっとレベル上げたいということでね、このサプライドロップあまりフルでサプライドロップがちょっとオープンできないんでね、ちょっとどうしようかな、いらないやつをちょっと、いらないやつっていうか、これでちょっと行ってみようか。オープン、アトラス 20mm13 ツイストエンディストって、これ前もなんか出たような気がしたんだけど、はい、今回はプレステージ14突入後のレベル上げをしてみたっていう動画をやっていきました。はい、ご視聴ありがとうございました。